皆さん、こんばんは。今回は、203番道路。ことぶき式から東へ伸びる、穏やかな道路です。そして今回は、さらに東へ、黒金支店につながる洞窟。黒金ゲートも作ります。そうそう、早速前回の企画説明で言い忘れていたことがありました。作成する信号ですが、基本的に洞窟や建物内は作りません。例外的に今回の黒金ゲートのような信号全体の構造上、作らないと地形がつながらない場所は作る予定ですが、例えば迷いの洞窟とか、ごめんなさい。ガブリアスのいないポケモンってどうなんだ？フェアリーもいなそう。あと、地下通路も、勘弁してください。こんな QR コード、作れねえよー。いや、作ってもいいんですが、同じ景色が続くだけで、あまり面白いものはできないんじゃないかと。それと、建物の内部ですね。これは単純に、作成地が倍くらい増えるってのと、大きな施設ならまだしも、民家一軒一軒の内装を作るってのは、なかなかモチベーション、上がらないです。お許しくれっぴー。ただまあ、逆に言えば、この建物の内装は作らないと。って場所は、作ろうと思います。バトルフロンティアの施設とかね。あとはまあ、どうしようか迷っている場所としては、ジムとか。というところで、前回の企画説明の補足でした。じゃ、今回の203、黒金ゲートに戻ります。悩んだ点といえば、やはり段差、高低差、地形の高さ調整。やはりこの、地形の高さっていうのは、2D のゲームを 3D で再現するにあたって、非常に重要な要素だと、思うわけです。そこで、厄介となるのが、気づいたら段差ができている場所の再現。203で言うと、この辺りですね。こんな場所はザラにあるわけですが、この段差をつけるためには、その手前で緩やかな斜面を作って、高さを調整しなければいけないわけです。そこで、地形のベースには鉄ラインというものを使います。鉄ラインってのは、ユニティで簡単に地形を作れちゃうパーツみたいなものでして、筆で描くような単純な操作で緩やかな斜面ができたり、地面のテクスチャを変えたり、草を生やしたり、できるわけです。そこで、この鉄ラインで高さの調整をしていこうというわけです。ただ、デメリットも結構ありまして、まず重いらしいです。重いとまずいってのは、初回にお話しした通り、VR 化の障害となるわけですが、どれくらい重くなるのかよくわからないので、まあいいです。あと、細かな調整が難しい。簡単に言うと、小さなメリハリのある段差は、鉄ラインじゃ無理です。そこで、先ほどブレンダーで作った感じの斜面や壁のようなパーツを用意して、それを敷き詰め、鉄ラインと合わせていく感じで、高低差を表現していこうと思います。まとめると、穏やかな斜面は鉄ラインで、メリハリのある急な斜面、崖はブレンダーで、みたいな感じですね。あんまりいい方法ではないと思いますが、とりあえず形はできるし、小回りが効いて作業が楽なので、これでいいや、ってところです。
そんな感じで、無理やり高さを調整し、あとは草花、看板や柵を飾って、この辺りは、また今度お話しするとして、203番道路、完成。と、言いたいところですが、大事なところ、黒金ゲートへの道が開いていません。ということで、黒金ゲートにつながる、穴のある地形を、作ります。これまたブレンダーちゃんで作ります。穴の形は、楕円形の半分で、いい感じかな？で、これを先ほどの203に持ってきまして、入り口も簡単に完成です。ってことで、続いて黒金ゲートの作成ですが、ここも道路作りとあまり変わることはないです。ああ、そうだ。黒金ゲート、作りはしますが、1階部分だけです。地下の部分はなんだかんだ広く、なんだかんだ作るのが大変です。洞窟内とか、VR で探検できたらとっても楽しそうですが、ちょっと今の技術と知識じゃ、いいものができそうにないので。現に、この黒金ゲート1階部分だけでも、岩はアセットストアで見つけたリアルなものを置いていますが、壁なんかはただカクカクの、洞窟というより部屋みたいな感じで、微妙。もっとゴツゴツした感じの内部にした方が良かったなぁ、と、今見て反省しています。まあその内部作るのもまた一作業なので、とりあえず放置ですが。ってことで、1階部分だけ作り、あとは天井部分を整えて、黒金ゲートもひとまずは完成したところで、203番道路、黒金ゲート、どうでしょう？簡単な道路に洞窟、ですが、もっといい感じに作ることができる。まだまだ発展途上な出来栄え、でしょう。このように、いろいろと中途半端な状況ですが、この信号を作るうちに、いろいろ学んでもっと良くしていきたいと思います。次回は、初めてのジムがある街、黒金市。建物作成など、まだ動画にしていないことに挑戦していきますので、また次回、よろしくお願いします。